タスマニアデビル、タスマニアデビル、学名、サーカファラスハリシは、哺乳孔、袋猫目袋猫かタスマニアデビル族に分類される、原生で、世界最大の肉食有体類。別名、袋熊、ま、袋穴マ、ま、袋くずりとも。タスマニアデビルが自然学者によって、初めて学問的に紹介されたのは、1807年のことである。 その論文中ではに分類され、デデルフス・アーシーナと名付けられた。1838年、リチャード・オーウェンによって、袋猫族に分類し直され、ダシユリス・ランユイアスと改名された。ついで1841年にはが、タスマニア・デビル族に分類し、サーカ・ファラス・ハリシーと名付けた。俗名は、肉、サーコの志向者、ファラス、種商名は、ジョージ・ハリスにちなみ、 ハリスのという意味である。1987年、同種をサーカファラス・ランユヤスへと、さらに分類、解明し直す試みがなされた。しかし、その根拠となったのは、オーストラリア本土で発見された、数体の化石に過ぎず、分類学上広く受け入れられるには至らなかった。系統学上、タスマニアデビルと最も近い肉食有体類は、袋猫で、より遠いのが、 フクロウオカミとされている。タスマニアデビル属の生物は三種が知られており、うち二種、エス・ラン・ユイアスとエス・ムー・アナンシスは、更新予の化石種である。エス・ラン・ユイアスは現存する本種よりも1 0ラムは大きかった。三種の系統上の関係は、よくわかっておらず、本種はエス・ラン・ユイアスが賄化したものとする説と、本種とエス・ラン・ユイアスは別種で、 更新予には併存していたとする説がある。現在はタスマニア島のみに生息するが、古くはオーストラリア大陸にも生息していたことが化石により判明しており、同大陸ではヨーロッパ人到達以前の14世紀終わり頃に絶滅した。オーストラリア大陸での絶滅は、フクロウオオカミと同様に人類がもたらした犬が野生化したディンゴの影響があると思われる。 1800年頃から入植を始めたヨーロッパ系住民は課金や家畜を襲う外獣としてまた鳴き声や死体をあさる姿を悪魔に例えて寄避した。1830年には羊毛、畜産の民間企業による奨励金、メス35セント、オス25セントが、また1888年には政府によって同様の奨励金が設けられ、 袋狼と共に駆除が奨励された。しかし、1936年に袋狼が絶滅すると、タスマニアデビルを保護する機運が高まり、1941年に保護法が成立し、現在に至っている。1996年に初めて公式に報告されたデビル顔面腫瘍性疾患と呼ばれる病気によって、この10年間で30から40%まで、 個体数が減少している。自然発生的な伝染病のみを原因として生物が絶滅することは稀だが環境的な要因が加わると加速度的に個体数が減少する可能性がある。2000年前後にハンティング目的で不正にもたらされたキツネが野生化して個体数を増やしつつあり仮に DFTD が収束したとしても 一度食物連鎖の頂点を追われた動物が、元の地位、生息数、域地域に戻ることは困難である。2006年、オーストラリア政府は本種を、絶滅危惧種、気キ球キバルナラブルに指定した。タスマニア島に分布、袋狼オオ絶滅後は、現生では、最大の肉食性有体類である。黒色、または黒褐色の毛に覆われており、大抵は胸、 腰のあたりに白い模様がある。耳の紐は薄く、興奮すると血色が透けて、ピンクや赤色が鮮明になる。上顎部の2本の鋭い牙は一生伸び続ける。尻尾には脂肪が貯められるようになっており、栄養状態の悪い個体の尻尾は細い。走る時には後ろ足を揃えて出すため、後ろ足よりも前足の方がやや長いことと、 相まって、ユーモラスな動きになる。獅子に鋭い爪を備えているが、攻撃用ではなく、巣穴の土掘りに活躍する。子供の頃は、身が軽く、低木によじ登ることもできる。若い個体が木登りできるのは、母親の背中によじ登る習性のゆえである。有体類の特徴である、育児脳は、カンガルーと異なり、後ろ向きについている。これは、 四足歩行で土を掘り返す修正のためで、袋の中に土が入らないようになっている。本種よりも穴掘りがずっと得意なウォンバットや木登りを、スルコアラの育児能も同じく後ろ向きである。通常あまりに弱わないが、ストレスを感じたり興奮したりすると強い体臭を発する。視力は弱いが、優れた嗅覚と聴覚を持っている。夜行性で、昼間は、 穴蔵や藪の中に潜んでいるが、夜になると餌を求めて一番2 6トルほど移動することがある。食性は肉食で、ある時には死肉を食すが、およそ肉食に分類される獲物ならば、何でも食え、ポッサム、小型のワラビーなどの哺乳類、鳥類、昆虫類等を捕食する。ウォンバットは脂肪を多く含むため好むようで。 タスマニアデビルよりも2の3倍以上も体の大きなボンバットの生態を教わった記録もある。野生のデビルの胃から荒野が見つかったこともある。体の割に大きな頭が骨をも噛み砕く顎の強さを生み出しており、骨、皮、毛、羽と何でもバリバリと噛み砕いて食べてしまう。顎の力については、体の大きさと噛む力の強さの比率で言えば、 原生哺乳類では最強、あるいはタスマニアデビルの6倍以上大きい体格の灰色狼とほぼ同じという説もある。標準的には1日に自身の体重の15%ほどの食事を要するが、体重の実に40%近い獲物を30分で平らげてしまうことが可能である。動物の死体を処理することで、公衆衛生やスムーズな食物連鎖の回転に寄与している。 気象が荒く、個体同士が、餌の奪い合いで激しい争いになることもある。鳴き声が非常に特徴的で、背筋の凍るような、数キロメートル先まで響き渡ると形容される、うなり声叫び声を上げる。争いなのかコミュニケーションの一環なのか、恐ろしげな威嚇の鳴き声ジャブの応酬。果ては、本格的な喧嘩や、多少の怪我は、タスマニアデビルにはつきものである。 顔や腰周辺の傷跡の高で、年齢や性別を推測できたりもする。自分より上位の個体との対決は避ける傾向にあるため、顔周辺の傷が少ない方が若く、背中や腰に傷があると繁殖行動を経たメスの生態あることが多い。一方で、自分より大型の動物に対しては臆病で、 格上の個体や人間等に対して、牙を剥き出してうなるのは攻撃性のゆえではなく、むしろパニックになっているか、直接的な争いを避けるための発達である。大きく口を開けて叫びつつ、今にも襲いかかってきそうな野生個体に遭遇したら、人間はそのまま距離を置いて黙って待つことである。攻撃しなければ、逃げていく。縄張り意識は、さほど強くはなく、 数匹の縄張りが重なり合っていることもある。不肉の匂いに誘われて集まった同格の個体が争ったり威嚇したりしながらも、一つの獲物に同時に食らいついていることも稀ではない。そのような時には、ヒゲで他の個体との距離を測りつつ食べては争う。繁殖期は通常3月、タスマニアでは初週。メスは妊娠しなければ3週間の発情期内に3回ほど。 排卵する。繁殖期を迎えたメスは首周りに脂肪が溜まり、巣作りを始める。誘導士はメスをめぐって、激しく争い、聴者のオスはメスを3から5日ほど巣に監禁して、生殖行動を行う。選択権は主にメスにあり、複数のオスと交渉を持とうとするため、他のオスが近づかないよう、オスは相手のメスを巣穴に閉じ込めて監視する。メスが巣穴を出ようとすると、 オスはメスを攻撃して連れ戻す。野生のつがいが8日間も巣穴から出てこなかったという記録もある。飼育下では、オスがメスに餌を運ぶ様子や、オスが水を飲みに行く時にメスを一緒に引きずっていく様子などが観察されたことがある。メスはしばらくはオスに従っているが、3から5日ほどでホルモンバランスが変化しオスに反撃するようになり、オスを巣穴から追い出してしまう。 有体類、言い換えれば無体番類である。タスマニアデビルの妊娠期間は約3週間で、カンガルー等と同様、胎児が非常に未熟な状態で出産する。一度に20から40匹生まれる米粒ほどのサイズの胎児は、産道の出口から6から7センチメートル離れたところにある育児脳に向かって移動する。育児脳には乳首が4つしかないので、生き残るのは 無事たどり着いて、乳首にしっかり固定された最大4匹の胎児だけとなる。通常は2から3匹の赤ん坊を子育てすることになる。生まれた時は小さいジェリービーン様だが、育児脳で4ヶ月過ごすと200グラムほどに成長し、見た目は成熟とそっくりになる。その時点で育児脳から出てくるが、カンガルーやワラビーと違い、一旦袋の外に出ると戻ることはない。 さらに3ヶ月ほどは巣の中に泊まり、母親の袋に顔を突っ込んでは授乳してもらう。10から12月、春には巣の外に出るようになり、1月、夏には一人立ちするが、その後の1年間を生き延びる個体は半数ほどである。生後2年で成熟し、2年目の3月には繁殖期を迎える。3年目には大人の大きさまで成長する。 タスマニアデビルの寿命は野生で5から6年、飼育下では6から7年である。DFTD、e、の感染地域では2から3年しか生きられない個体が多く、繁殖期を生き延びて、無事に子育てを終えることは皆無ではないがまれある。デビル顔面腫瘍性疾患 DFTDA デビルフェイシャルトゥーマーディジーズ A デビルフェイシャルトゥーマーディジーズはタスマニアデビルの顔面や頸部に発生する。 致死性の悪性腫瘍、癌である。単にデビル病、デビル癌とも呼ばれる。繁殖や餌の争奪時における交渉を通じて、癌細胞自体が、臓器移植のように他のデビルに直接伝染すると見られている。1996年に初めて発生が報告されてから、被害は急速に拡大しており、2009年時点で個体数は70%減少し、 生息域の60%に疾患の発生が見られるなど、何らかの策を講じない限り今後50年間で野生のスマニアデビルは絶滅する恐れがある。多くは口の周囲に発生し、徐々に頭部、頸部など周辺組織に浸潤して病変部は拡大していく。転移する頻度は高く、主にリンパ節、肺、脾臓などが侵される。 腫瘍の肥大化により口や目が塞がれ、餌を取れなくなることで餓死に至る。多くは発症から6ヶ月以内に死亡するが、1年に及ぶ生存例も少数ながら報告されている。長期生存個体の免疫学的、遺伝学的解析が期待されるものの、2009年末の時点で有効な治療法は確立されていない。2008年7月26日のタスマニア地元市、 マーキュリーにて変異した病原体が少なくとも球体発見されたという報告が発表された。DFTD は主要であるにもかかわらず、野生の個体感で伝染性に広がっていく特徴を持つ。発生以後、DFTD の原因、治療法などの研究が多くの大学機関、病理学者によって行われ、その病態が徐々に明らかにされつつある。当初は、 環境汚染物質の影響や腫瘍ウイルスの感染症が疑われたが2010年 DFTD 腫瘍25株の大規模遺伝子解析から腫瘍は身体接触を介して個体から個体へ伝播すること末梢神経を保護する手腕細胞に由来する腫瘍であることが確認されたまた手腕細胞で特異的に発現されるペリアキシン ピリアキシンというタンパク質が存在していることから、ペリアキシンは DFTD の診断マーカーや治療法開発に利用できる可能性がある。一方、染色体の核型研究により、DFTD 癌細胞の際立った特徴が明らかにされている。タスマニアデビルの染色体は通常7対14本だが、DFTD の癌細胞には13本しかなく、 しかも性染色体を含む5本の血質に加え4本の異常染色体が出現するなど複雑な再構成が生じている。この染色体異常は異なる個体から採取されたすべての癌細胞で共通しており、同一起源の癌細胞が接触等により他個体に伝染してきたことの強い証拠と捉えられている。同じような核型異常を示す主要として犬に発生する。 会食生成期腫瘍 A、K9 とラミサブルベネリエルトゥーマー、CTVT との類似点が指摘されている。正常ナイの体細胞が持つ染色体数は78本であるのに対し、CTVT の腫瘍細胞には58から59本しかない。CTVT は日本を含む世界各地で発生しているが、核型以上の特徴はほぼ共通しており、DFTD 同様に、 単一起源と見られている。転移は稀で自然に退縮にする場合もあるなど、DFTD とは相違点も見られるが、感染性腫瘍は人、動物を通じて、この2疾患しか知られていないことから、咳が注目されている。感染に対する免疫反応や治癒例は現在のところ確認されていない。タスマニアデビルの遺伝子プールは非常に小さく免疫反応に、 重要な役割を果たす遺伝子の集合領域である主要組織的合遺伝子副体 MHC には遺伝的多様性がほとんどない。最初の一匹に生じた癌細胞に MHC の異常が含まれていたために他の個体にも免疫反応が起きず感染が成立した可能性が指摘されている。1996年にタスマニア北東部で 初めて報告された後、DFTD の感染地域は拡大の一途をたどっている。2006年12月までに、タスマニア東部中部、島面積の約2、3で感染例が報告され、個体数は過去10年間に33から50%程度減少したという野外調査もある。 1992から1995年と2002から2005年の個体目撃数を比較するとタスマニア州平均で約60%北東部では約10%までに減少している2009年時点で個体数は70%減少し生息域の60%に疾患の発生が見られるなど何らかの策を講じない限り今後50年間で 野生のタスマニアデビルは絶滅す恐れがあると専門家らは警告している。北西部での発生は比較的少なくこの地域の個体群は他地域の群と比べ遺伝的相違が多いことと関連している可能性がある。生態調査で捕獲される DFTD 立管個体のうち83%までが成獣である。成獣の発症が多いのは主に餌をめぐる争いや 求愛行動の際の交渉を介して感染するためと考えられている。1964から1995年に捕獲されたタスマニアデビルの総数は2000匹を超えるが DFTD 様の症状に関する報告は皆無だった。これは発生以降の感染規模拡大がいかに早かったかを示しておりエピデミック、パンデミック、 爆発的に広がる強い連戦病あるいはズデミック、その動物版と称される理由となっている。タスマニア州政府農水省、ダピザ・デパートメント・オブ・プライマリー・インダストリーズ・アンド、ウォーター、大学、自然公園、動物園などによる共同保護プログラムが実施されている。主には以下のように分類されている。なお、DFTD プログラムでは随時ボランティアを募集している。 野生のデビルを捕獲、観察し、また捕獲後は動物医による診断を行っている。リリース前にマイクロチップを装着しており、訓練を受けたボランティアがマイクロチップ読み取り機で個体数や移動範囲特定に貢献している。罠による捕獲では毎日チェックし中の個体をケアする必要があるため、日時チェックに適さない地域では遠隔操作カメラも導入され、効果を上げている。 捕獲に使用される罠は、特性で、日中穴ぐらに潜り込むタスマニアデビルの修正に、合った形状をしている。ストレスを感じさせないのは、もちろんのことだが、よほど居心地が良いのか、中にはしょっちゅう罠に入り込んでは、仰向けで熟睡している個体もいるそうである。島南東部に位置するタスマン半島と本島とをつなぐ、唯一の橋を封鎖し、健康なデビルを隔離。 生息させようという試み。半島と本島をつなぐ橋に、タスマニアデビルよけの網や、タスマニアデビルサイズの生物に反応する、センサー式のウォータージェットライト、録音した犬の鳴き声を仕掛けるなどのアイディアがある。2004年にプログラムがスタートしてから3年の間に、DFTD に罹患したタスマニアデビル60匹が、保護、退去となっている。 2006年前半6ヶ月の監視カメラによる記録では外部から半島へ入ってきたタスマニアデビルはわずか2匹に止まっている。箱舟プロジェクトでは2006年12月と2007年1月の2度にわたって総勢48匹のタスマニアデビルをオーストラリア本土の4つの自然動物公園へ送り込んだ。同プロジェクトの舞台として タスマニア州外の動物公園が選ばれたのは DFTD の脅威と無縁だからだ。タスマニア州でも DFTD の発症例がない地域から集められた48匹が箱舟に乗せられた。2007年4月、カランビン自然動物公園で人工飼育下のタスマニアデビルの袋に子供が4匹入っていることが確認された。2007年6月には ニューサウスウェールズ州ゴスフォールドのオーストラリア爬虫類公園でタスマニアデビルの赤ちゃん10匹が生まれた。母親となったのは DFTD プログラム下で人工飼育した健康保障付きの3匹だ。このほか、同公園に送られた2006年12月時点ですでに離乳前の新生児が袋の中にいたメスが1匹いる。同園では 遺伝子の多様性を保ち近親交配を予防するため、3匹のメスをそれぞれ2匹のオスと交配させた。タスマニアデビルの目撃情報は生息地域や感染地域に関する重要な情報源となり得る。旅行中にデビルを目撃した場合、生死問わず、路肩の野生動物の歴史体を砂取りに来て二次被害にあった。 自己死体も含む DFTD プログラムは次の事柄に関する情報を求めている。このチェックリストは国立公園や野生動物公園のビジターセンターで配布されている。電話報告は24時間受付。ただし脱皮の営業時間外は留守電に伝言を残す。形式で翌営業日に折り返し連絡になる。注意交通二次災害を被らないよう身の安全を最優先に考えること。 タスマニアの田舎の幹線道路では夜間に車に轢かれた野生動物の死体が散在している。死肉に轢かれたデビルが餌に夢中になっているうちに轢かれてしまう事故も頻繁に起こる。そのような二次交通災害を防ぐために路上の動物の死体を路肩に寄せてやることも重要な保護活動となる。マックスバリュー東海は DFTD プログラムにタスマニアデビル支援金を 贈呈する活動を行っている。青果物の仕入れが縁で始まったという支援活動で、2回目の寄付となる2006年6月には、約3万オーストラリアドルが寄付された。内訳は、店内設置の募金箱に集められた寄付金、及びそれと同額のマックスバリュー、東海拠出の寄付金である。カンタス航空は、オーストラリア国内の空港にタスマニアデビルの 彫像関した募金箱を設置している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。